こんばんは、速稼塾の久保でございます。まあ花山さんとねやり取りを随分やってるんですけども、なかなかねモテるモテない論が交わされてしまうということで、まあ私も今回最後にしようかなと思いますね、このモテるモテない論は。で最後とは言うんですけども、今日はもうすでに話題すら出さないことで、まあ今度はね前回の花山さんのテーマで運っていうのがあったでしょ、ちょっと運について語ってみようかなと思うんですよ。で、これはですね、まあ私がなるほどそういうふうに考えればいいのかっていうふうに納得したものの中で、まあ最新版なんですけども、まあ最新版と言いつつね、これ10年ぐらい前から変わってないんですけども、運がいい人って自分が賢いことに気づいてる人なんですよ。だから自分の選択を結局最後は採用するらしいんですよね。で自分が賢いことに気づくってどういうことかっていうと、実はねちょっと逆説的なんですけども、自分が最も見識がないっていうことに気づいてるってことらしいんですよ。これ不思議ですよね。なんかねその過ちを気づいて改めず、それを過ちというって言葉があるんですけども、ちょっとねここまで言うと難しくなると思うんですけども、賢い人ってどんどんトライする中で、あこれが違ったなってことにちゃんと気づける人らしいんですよ。で他の人はやったことに対して間違ったって気づけないっていうのが分かるらしいんですよ。要するに自己肯定感なんですね、それがね。これで良かったんだとかね、昔のこれがあったから今の自分があるんだっていうふうに思っちゃうところが、ああバカだなと思わないといけないらしいんですよ。そうではなくて、昔のこれがあったから今はこの程度なんだっていうふうに思う方が賢いらしいんですよ。それに気づいてる方は運がいいらしいんですよね。難しいでしょ、ちょっと。ですんでね、ちょっとね私なりにね細かく、まあバッテリー切れちゃったんですけども、つなぎます。まあ、私なりにね分析した運というものについてここから改めて語っていきます。先ほどまでのはね、なるほどそう考えればいいのかっていうふうに10年ぐらい前に納得して、それ以上の説が今のところ出てきてないんで、まあそう思っときゃいいのかなってことなんですよ。要するにさっきのねもう一回復習すると、どれだけ改めてきたかってことなんですよね。要するに間違いに気づいたから改めてるんですよ。だからとてつもなく変化の多い人生になるんですよね、結果的に。例えばねビジネスにしても3年前やったのとまるで違うとかね、5年前とはもっと違うとかね、10年前はバイトでしたとかね、まあこういうふうな変遷を送るようになるんだろうなと思ったらそうなったんですよ。10年前といえば私はガードマンしてたかもしれないですね。違うかな、介護士だったかな、介護士やってたな。でその頃に想像もつかないような10年後があるということが、いろんなものを改めてきた結果ということにもなるんですけども、まあここでね先ほどにお話したように、だからこの程度なんだとも思わないといけないらしいんですよ。いろいろ試して変えてきたけども、今ここに落ち着いたぐらいのことにしか変化できなかったなとかね、改めることができなかったなっていうふうに捉えて、ここに自己否定感が出るってことなんですよね。まだまだできたんじゃないかなとかね、もっと気づきがあったんじゃないかなってところでございます。で、すみません気を持たせたんですけども、私なりにその運を分析したものがこれからお話しすることなんですけども、まずねその生まれ持った宿命ってのがあります。で運にはもう一つ運命ってものがあります。これを二つに分けてちょっとお話ししますね。これは私の説なんで、いや違うだろうっていう方もねいるのもしょうがないんですけども、まずは宿る命と書いて命に宿ると読みます。これが宿命ですよね。生まれ持って自分が男性だったのか女性だったのか、どんな家庭に生まれたのか、身長はどのぐらいなのかとかね、太りやすい体質なのか、どんな顔なのか、現代風なのか、それとも昔は持ってた顔なのか、いろいろありますよね。得意分野とか、もともと不得意分野とか、そもそもできないことが最初から生まれた時からあるかもしれませんし、生まれた時から御曹司かもしれません。これ全部ね命に宿ったものなんで、自分では選択できない、宿命というらしいんですよ。宿命の中には、まあ、宿命のライバルみたいなのもいるかもしれないですよね。その宿命のライバルっていうのはたまたま自分の人生に出会うべき人のことなんですよ。ですので宿命のライバルといっても、生まれてから死ぬまでに一回も出会えない人を宿命とは言わないでしょ。だからこれはね本人の選択とかではなくって宿ってるものなんで、まさに、自分で選べない運のことなんですよね、この宿命っていうのは。まあ、これをね麻雀で例えるとハイパイということになりますね。ツモもその通りです。ツモとハイパイは自分では選べません。ではここから運命の話をしますけども、麻雀で選べるのは
泣くか泣かないか、上がるか上がらないか、そもそも麻雀をするかしないか、何を捨てるか、これ全部自分で選びますよね。で、選んだ結果っていうのは全て表になって頬に、皮にね、表現されます。ですので自分で選んだことっていうのは誰にでも見えるように目の前にさらされるんですよ。で、宿ってきた方ね、宿ってきた方は誰からも見られることがないんですよ。自分の内側なんですよね。これ多分死ぬまで内側なんですよね、きっとね、宿った方っていうのは。それでまあ運命の話になりますけども、運命っていうのは命を運ぶと書きます。誰が運ぶか、これは自分で運ぶんですよ。中には他人に運んでもらう人もいます。この運命というのは衣食住でできています。衣食住ですよ、どんな服を着るのか、もしくはね、どんな肩書きをまとうのか、これ全て衣と書きますよね。だから自分が着るものとか、それからまあヘアスタイルや見た目とか肩書きとか大前提とか、こういったもの、まあ学歴もね、着るものに入ってきます。そういったもの全てが合わさって、客観的に人から見た目というものができるんですよね。これがだから衣です。でもうちょっと深く言うと、清潔にしているかとかね、整えているか、 TPSOS が守られているか、これも全て、衣食住の衣に関わってくるんですよね。で、運がある人ってこれが下手なんですよ。どういう肩書きを持つかっていうのも下手、どういうふうな過去歴とか学歴を持つのもアンマッチするし、それから着るものに無頓着だったりね、脱いだら脱いだし、しっちゃかほめっちゃかにしたりとか、そういうことがね、あるんじゃないかなと思うんですよ。っていうのが、これ一つずつ運を下げるんですよね。例えばね、私の、まあ、お店をやってる時、麻雀店なんですけども、麻雀店に来てきちんとね、ハンガーにかける人と椅子の後ろにパッとかける人とでも差ができるそうなんですよ。不思議ですよね。私もそれ最初はね、あんまり気づかなかったんですけども、あ、こういうことなのかっていうことに気づいたりしますよね。それはね、まずはね、タバコの匂いがついちゃうんですよ、クローゼットに入れないと。ですんで、そういうことをしたくない人はクローゼットに必ず入れるんですよね。まあ、うちの店のクローゼットはちっちゃかったんですけども、それでもちっちゃぐらいは入ったんですよ。ですんで、麻雀店に入ってきてね、クローゼットに自分のコートをかけて、もしくはマフラーをそこに預けて、まあ、カウンターの方に来る人と、あとはね、まあいろいろ麻雀が始まった時に上を脱いで椅子にパラッとかける人といるんですよ、ね、もうすでに変わってくるんですよ、ここで。と、衣食住のうちの食、食べる方行きましょうか。食べる方はね、とりあえず満腹になるために食べる人は結構運が悪くなるそうです。ね、私がホストやってる時にね、教わったんですけども、絶対に自分の住んでいる町、もしくは働いてる町で定食とか牛丼を食うなって言われましたね。ファーストフードもダメだって言われました。どうしても食べたいんだったら2駅向こうで食えって言われたんですよ。なんでだろうと思ったの。自分はそんなにハンバーグとか低価格のものとか差別はしないんだけどなと思ったけど、そうじゃないんですよ。お前はお客さんに普段の10倍ぐらいの料金払わしてるだろうと。なんでね、ドリンク1杯が2000円なんだよと。それはお客さんがお前に夢を買ってるんだろうと。なのにお前が300円とか500円のもの食ってたらどう思う。もう2000円払うのやめるって思うんじゃないのっていうふうに、まあ、まず一番最初にガーンと説教を食らったんですよ。あ、なるほどなと。まあ、その頃はね、それ説教をくれたのが20歳ぐらいのね、ちょっと2つか1つか2つ年下のやつだったんだけども、あ、賢いやつっているもんだなと思ってね、確かになってその時から思ったんですよ。ですんで、やっぱり誰にも分からないようにコーラを飲んだりね誰にも分からないようにまあなんかダーティージュース飲んだりするんですけども、今でもね、なるべく人にの目につかないようにした方がいいっていうのはその時教わったんですよね。全部これね、自分の運を下げるんですよ、格を下げるんですよ。だからそれだったら食べない方がいいですねらしいんですよ。なるほどなと思いましたね。で、人に分かるように食べるときは、もう思いっきり桁の高いものを食べて、いつもこれなんだと思わせることらしいんですよ。でもそうじゃないと。たまに食べるときに人に表現するからいつもに見えるだけだよみたいなね、ことらしいですけどね。これが衣食住の食らしいです。それから外食のことばかり今話しましたけども、料理が上手になることも運を形作るみたいです。おいしいねって言われる可能性が高まるからなんですよね。教えてって言われることもあると思います。それ全部運が良くなるらしいんですよ。まあ、なるほどなと思いまして、まあそれからってわけじゃないですけども、私18からなんですけども、まあ料理はね、きちんとしないといけないなと。自分よりも上手な人が目の前に現れないようにぐらいにしないといけないなっていうふうに思ったんですね、その時は。まあだからこう改め続けてきたわけなんですよ。ついには、まあ飲食店もね、出すようになったんですけども、
まあなんか私が出す飲食店だから潰れたというね、そういうオチがあるんですけどね全然、うん、ダメじゃんみたいなところがあるんですけども、で衣食住の住です、住まいですね。これはね長い間ね私は解けない疑問だったんですけども、でかい家に住めばいいのかなと思ったらそうじゃないと。衣食住の住はどんなとこでも住居にできるかどうかっていう自分の、まあ、質だったらしいんですよね、うん、あそれすごいなと思いましたね。確かに平和公園で暮らした時は段ボールハウスで誰よりも立派なやつを作ったような気がしますよ。でも人に教わるんですよ、段ボールハウスの作り方とか。すごいですよ、あのテープを全く使わないんですよ、ガムテープみたいなの。段ボールの組み合わせだけでがっちりとしたものを作って、で解体する時もこうやって外してね、プラモデルみたいにで薄っぺらくしてしまうんですよね。すごいですよね。でまた出した時こうやって組み立てて2階建てのダブルベッドみたいなの作りましたけどね。それから段ボール工作がね割と得意になったということがあるんですけども、うん、だから衣食住は住はどこでも暮らせるって何だったかな。草を枕にして青空を、ね、夜空を屋根にしてみたいな言葉があったんです。ちょっと忘れましたけどね、なんかすごい美しい言葉だったんですけどね。まあその衣食住を使いこなすことによって運命ってのは自力で変えることができるらしいんですよ。でここまでまた振り返ると、宿命ってのは自力で変えることができない、運命っていうのは自分で変えることができる。この2つの組み合わせで運を操っていくんですけども、運に操られているうちはまだ三流らしいんですよ。実力をつけていって運を操れるようになったらこれはだいぶ格が上がってくるってことなんですけども、この宿命と運命っていうのを分けるとよく分かりやすいんですよね。というのが運命を扱っていけると運命の割合が大きくなってね 90% ぐらいになって、宿命といって持って生まれて最後まで変わらないもの、死ぬまで変わらないものっていうのは割合がちっちゃくすることができるんですよね。だから自分で運命を作れない人っていうのは宿命に支配されて運命を使いこなせないっていう形になるらしいんですよ。そう考えると、あなかなか私はね分かりやすいなと思いながら今に至るわけなんですけどね。そんなところですかね。運について今回はいろいろと語ってみました。いってらっしゃい。